どうもお疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、以前忘年会の景品で当たったライルのファーストミットを紹介していくんですけども、メーカーはどこ？メーカーこれジームスです。ジームスね。かっこいいな。ね、色が赤と赤いね。黒で。かわしそうね。結構なんかいいんだよね。うん。でも最初から湯もみとそうされてて、そう湯もみとかされててね、うん、もう全然なんもう全然 ほぼ何もしてない状態だけども全然使える余裕。まあもともとライルは外野やけど、うん、ファーストもやっていくって形で。そうですね。もう全ポジション網羅します。ピッチャーもやるよね。ピッチャーもやるです。ピッチャー4買わなかったな。じゃあピッチャーもやるです。マジでジームスのファーストミットってなかなか見えへんよね。そうだね。ジームスのグローブ自体を最近全然見なかったな。確かにね、うん、俺高校の時に練習用のグローブをジームスで使ってて。あ、そう。内野手用ね、うん、公式用の内野手を使っててんけど、うん、やっぱ革質がめちゃくちゃいい。いいよね。軽いし、うん、で、そして何より長持ちする感じがするかな、うんうんうん、っていうので結構ジームスは使ってたよ、俺は。そうよね。だってなんか湯もみするとなんか大体さ、やり方にもよるんだけど、ちょっとパサッとしちゃうような印象があるけど、全然スベスベだし、しっとりしてるしね、いいよね。ジームスのグループ初めて使った。中もね。ね、ジームスってかっこいいよな。かっこいい。これは軟式用やね。そうだね、軟式用で。ライル、片付け的にはどうするの？片…でも結構今のままで全然いいかなって感じ。ただ一つ、こだわりというかあって、僕結構ほとんどのグラブ小指2本で使ってるんですよね。だからファーストミットも小指2本入れた方が個人的にはこうパッとこう閉じた時にしっくりくるというか、ちょうどもうこの辺で取れるような感じ。はいはい。だからどうしても小指普通に1本にするともう人差し指がこの辺に来ちゃうんだよね、うんうん、だからもうポケットの後ろにかぶってるから、ちょっとなんていうのかな、閉じづらいというか取りづらいというか。だからそう、小指2本にして人差し指をもうこの辺にずらしておいて、もうあとはもうポンと、もうほぼ本当に入った勢いで閉じるぐらいの型にしようと思います。まああとは使いながらかな、うんうん、基本的になんかこう型をつけてから使い始めるってよりも使いながらやってった方がこう手に馴染む型になりやすいかなっていうのが俺の持論。まあ今年2月からクーリンズの活動が始まって、うんうん、まあ最初から使える感じよね。もうでも全然もうぶっつけでいけると思う。じゃあもう特には片付けっていうか。そうだね。まあちょっとこう軽くね、なんだろうな、オイルとか塗りながら、まあ、あとはもう試合バンと。まあ守れる場所がね、多い方がね、うん、試合の出場機会も多いだろうしね。そう上野さんとかも毎回来れるわけじゃないしね、うん、そうということで、今年はいろんなポジションをやるということでね。やります、何でもやります。ということで、ファーストミットを、はい、今回紹介しましたけど、じゃあ今季の目標を、うん、今一度。はい、上野さん、あなたの居場所を奪ってやりますよ。ということで、今日の動画は以上となります。まあ、上野さんに先制服したからね。勝負だ。やるなあかんどう、これは。やりましょう。怖いどう、これ怖いどう。やってやりましょう。怖いどう。キャプテンなんて関係ないですよ。やってやりますよ。今日の動画は以上となります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。これからもクーニーズの日常的な動画を出していきます。絶対勝つぞ。うん、やっぱ出せんだよな。やせは見たけど出せんだよ。センスがないわ。やばいな、やっぱり。やばい、何やろ。